んにちは。はい、意識の次元上昇チャンネル始まりました。のチャンネルは潜在意識だったり超意識だったり意識を上げていきましょうっていう実践のチャンネルでございます。今日は前回感謝っていう感謝しかないみたいな、まあすでにあるんですよね。引き寄せのね鉄則のね感謝しかない、すでにあるっていうのが潜在意識に入ったらもう最強っていうね話をちょっとしたんですけど、それにね補足する話をちょっとしたいなって思って、でその感謝が当たり前になったらなんかもう生きてることが当たり前みたいに、そこにもねなんかつながってるんですよね。やっぱりこう生きてることが当たり前ってなるとなんか感謝がこう全然なくなっていくじゃないですか。何する家があるのも当たり前だし、もう仕事それどころじゃない、もう仕事が面倒くさいとかね、あの人がどうだとか、なんかそこばっかりになっちゃってるよーっていうねところなんですよ。で生きてるのってめちゃめちゃ当たり前ではないわけなんですよね。でそこがねなんかそうじゃんっていう、最初そうこういう話を聞いたとしてもなんかその時はね一瞬こうありがたいなって、あそうだよねっていう風に思ったとしても、意識ってこう飛んでくでしょ、なんか飛んでっちゃうじゃないですか。普段ね現実に追われていると現実のことのね悩み事とか出てきて、なんかいつの間にかねそういうのみんな知ってるけど知ってるけど感謝もしてるけどこれどころじゃないみたいな。そういうところじゃないっていう風になっちゃうから、そう私もね東京にいた時ってそうだったんですよ。東京にいた時ってもうなんかなんていうんだろうな、なんかねなんか考えることとかね人のことばっか気にしてたりとか、そんな感じだったから、で自分のことはねなんかなんていうんだろう、貝になりたいみたいなね、貝になりたいとか思ってたこともあったし、もう嫌だみたいな、人のなんかなんていうの飲み会とかで発した言葉が、なんか言い過ぎたっちゃったんじゃないだろうか、みたいな。調子に乗ったんじゃないか、とか。それで、なんか、金土日悩むっていう。金曜の夜の飲み会のことを土日まで悩むみたいな。なんかね、そういうのもやってたんで、めちゃめちゃね、そんな時ってやっぱりなんか、いろんなことが当たり前になりすぎてたからね、それどころじゃないところでね、悩んでたりしてたんで、なんだけど、今こうさ、なんか、いろんなね、ことがあり、全処理してさ、なんかいろんなものがね、余計なものが空っぽになって、いろんなことを外れて、何が大事かみたいなね、ところとかに、やっとですよ。やっと、こう自分の中のちゃんと自分とね、つながってきた感覚があり、で、そういうのってなんか、いろんなことがね、全部がつながってるんだろうな、っていうふうに、すごく感じるんですよ。意識とか学び始めて、意識、超意識とかね、潜在意識も、主語がないんだっていうね、いろんなことがね、こう全部つながってきて、今わかることは、やっぱりもう感謝がベースだなっていうところで、で、それね、やっぱこう潜在意識って、心臓動いてるじゃないですか。で心臓って、もう自分の今止めようと思っても止まらないじゃないですか。自分が今、いざ止めようと思っても止まらない。ってなると、やっぱりこう、見えない力で生かされているわけで、そのなんかご先祖様の話とかさ、もう、聞いたらさ、その時って、今、話すと、ご先祖様って、自分の1代遡って、2代遡ってってなると、ものすごい数いるわけで、15代とか遡ると、もう5万人、6万人とか。で、もう30代とかまで遡ると、もう、ものすごい数なんですよね。全部繋がってるじゃんっていうね。で、その奇跡の方々も、だって、子供が生まれるのも、何億の精子の中から、もう、一つの受精で生まれるってめっちゃ奇跡でしょ。で、それがもう何回も重なってあるとしたら、もうなんかもう数えきれないほどの奇跡があると。で、で、そのご先祖様たちの全部が入ってるのが、今の私だったり、今動画を見てくれているあなただったりするでしょ。それってなんか、すごいことだなって思うじゃないですか。こういう話聞いたら思うけど、それってやっぱりこう、意識がね、気づいたら忘れるとか飛んでったりするんだよね。で、それをご先祖様に思いを伏せるとかって、その力がどんどんこう、自分に意識が定着してくるんですよね。やっぱ潜在意識って繰り返し思ったものがね、こう、定着してくるので、何度もそうやって思うことで、ご先祖様とつながっていったりとか、自分のこう、やっぱり生きる力みたいなね、ところにつながっていったりとかね。で、生きてることが当たり前じゃなくて、感謝だなっていう風な意識とかも、こう常に思えるようになると。そう何度も思うことに潜在意識に入るからですよ。で、あとね、私がね、すでにあるの意識にすごくありがたいなって思ったのが、自分の魂ってグループがあって、そのみんなのグループの代表で今地球に来てるっていう意識です。それって、だってみんなこう地球に来たくってもうみんなチームですよ。ワンチームの代表で今地球に来てるってなったら、なんか、そうそう、いろいろね、こう、ちゃんと生きようっていう風にね、ちゃんと生きようっていうのは、あの、私の中の定義としては、魂を成長させていく方ですね。で、生きていくっていう、そう。楽しみながら、やっぱり意識をどんどん上げていくっていうね、ところにたどり着きまして。はい、ありがとうございます。